では時間になりましたのでただいまよりムーンショット型研究開発事業ムーンショット目標8パネルディスカッションを開催いたします司会進行を務めます、えー、ムーンショット目標8プログラムディレクターの理科学研究所三好武正と申しますよろしくお願いいたします、えー、本日はあの皆様お忙しいところ、えー、ご参加いただきまして、えー、どうもありがとうございます これから本日の趣旨や趣旨をまずご説明して中身に入っていきたいと思います。本日のプログラムですけれども、本日のプログラム、今映ってますかね。このようになっておりまして、まず私の方から文章と目標 8のご紹介、あと本日の趣旨のご説明ですね。で、その後各プロジェクトマネージャー3名、コア研究のプロジェクトマネージャーから各プロジェクトのご紹介いただきまして、私とこの3名のプロ,グラムプロジェクトマネージャーでパネルディスカッションを行うと。この際、ご参加いただいている皆様からご質問など、 を元に討論を進めていくという形で考えております。Zoom の Q&A 機能からご質問いただけますので、ぜひ積極的に何か気づいた点や疑問に思う点、サジェッションなんかございましたらお寄せいただければと思います。今からパネルディスカッション終了まで受け付けておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。で終了は3時 の予定ですちょうど2時間を予定しております。本日の開催趣旨ですけれども、ここに一番上に赤く書いてある、気象を変化させる手法です。ム、えーンショット目標8は、2050年までに極端風水害の脅威から解放された社会を実現しようという目標を掲げております。簡単に言いますと、えー、極端風水害を引き起こすような気象を 人の手によって変化をさせて、えー、変化をさせようというものですですので、えー、な何らかの方法をもって、えー、大気に上乱あるいは変化を与えてそれが極,極端風水害台風や、えー、豪雨などに影響を与えることで本来このような台風になっているはずのものを、えー、ちょっと、えー、変える 弱くしてやるとか影響がない形にしてやるというようなものですねそのためには何らかの形で人の手で変化を加えなければならないわけですで当然今取り組んでいる研究でもそのようなことを考えて研究計画を立て進めているわけですけれどももともとムーンショット目標と言いますのは普通に研究を進めていては到達できないような目標を掲げて えーばまあ、その目標を達成するには、まあ、普通に研究しててはできないので、えー、あるところにあの壁があるとその壁を乗り越えるにはどうすればいいかということを考えて、えー、バックキャスト型といいますけれどもその目標を達するための研究計画を立てていくというやり方ですであの気象を変化させる方法は、えー、手段が、まあ、選択肢がいろいろあった方が良いと いいう,うに思っていますですのである一つの方法だけに頼るのではなくてさまざ、あ、まな状況に応じて使い分けられるような方法があった方が良いと。ですので今、えー、私たちが進めているプロジェクトの中ですでに検討されている手法だけではなくて幅広くいろいろな手法というのを、えー、考える必要があるそのためには気象学者の発想だけではなくてですね、えー さまざ、あ、まな分野のいろんな専門や立場の方々からの、えー、ご意見やあるいはあのー、サジェッションなんかを、えー、取り込んでいくということが重要だと思っています,ですので、えー、今日はそのような議論を行ってさまざまな技術の可能性や、えー、研究開発 さまざまな技術の可能性や研究開発促進の指針を見いだすというのが、えー、今日の趣旨になります今、えー、この「文章と目標8」では、えー、研究開発を充実化するために新たな公募を行う予定で、えー、予告をすでにしておりますで本日のパネルディスカッションでいただいたご質問やご意見議論の内容なども参考にして、えー、公募内容を これから確定定して近日中に公募を開始する予定ですですので今日は公募はすでに予告しておりますがこれから行う公募についての説明をや議論を行うということはしませんですので公募に関してご質問など頂い,いてもそれは趣旨と違いますのでそれについてはお受けしないということにしておりますむしろ私たちとしてはまあこの今日の趣旨としましてはこの特にですねどんな方法で気象に 人間の力で変化をもたらすことができるだろうかということの新たなアイデアを得るための議論の場にしたいということになっております。でこの文書と目標8、先ほど申しましたが、気象に変化をもたらすと、まあ、それによってこの激甚化しつつある台風や豪雨を制御して、極端風水害の脅威から 解放された安安全・安心な社会を実現するというものです。えー、2050年までに今申し上げましたような、えー、安全安心な社会を実現するために2030年までには、えー、現実的な操作を前提とした、えー、台風や豪雨の制御によって被害を軽減することが可能なことを計算機上で実証して、えー、広く社会との対話協調を図りつつ屋外実験ですね これを開始するという目標になっております。50年前のアメリカでのハリケーンの改変実験というのがありまして、アメリカでプロジェクトストームフューリーというプロジェクトが実験プロジェクトが実施されておりました。ハリケーンに飛行機飛んでいってです、ね、8か銀を巻きます。 そうするとこの雲の様子を変化させることができるので台風を弱めることができるというふうに理論的には考えられてこういう作業仮説があったと。でここ実際こういうことをやって風が10から30%弱まったといった報告があると聞いております。しかしこれが人間の介入の効果だったのか。 単にハリケーンの自然な振る舞いなのかが、えー、区別することができなかったということで、えー、これが今の技術ですと、えー、精緻な予測技術によって区別ができると、えー、制御の効果を区別できるほどに気象予測の精度が高まってきたということがありますまた、えー、このようなカオスの制御というような、えー、考え方がですね、えー サイエンスの中で進んできて小さな節度が大きく発達するそれによってこのようなその気象のようなカオスなシステムが小さな力で制御できる可能性があるのではないかというようなことが分かってきたりもしています。でこれは私がムーンショット目標を定められる前ムーンショットミレニアというところで研究をした 結果ですけれども台風、これシミュレーションの中の台風ですけれども台風の風を特定の方向にわずかに弱めるという操作を加えることによって台風の発達をです、ね、弱くするというようなことができる可能性というのをシミュレーションの中で示したということがありました。 2050年に実際に社会の中で極端風水害の脅威極端風水害をもたらすような気象を制御するということを実現するためには2040年代には実際大規模な気象制御実験を実施すると2030年代には小規模な気象制御実験屋外実験を開始するということが必要になってくると。 でそのために今取り組んでいることは、えー、実現可能性を具体的に示すためのシミュレーションの研究また、えー、実際な現実的な操作手法というのを、えー、見極めていくというような研究になりますでこの気象学的なアプローチと、えー、工学的なアプローチの両面、まあ、両方を、えー、車の両輪のように進めていく必要があるということで、えー、取り組んでいるところです 現在3つのコア研究と5つの要素研究というのが実際走り始めているというところです。でこのコア研究といっていますのは実際に2050年に掲げているような目標に掲げられている社会を実現するところからバックキャストしてそこに到達するための研究をしているというものになります。 要素研究というのは何かと言いますとそのボトルネックの解決にフォーカスした研究です当初3年間で取り組むというものになりますですのでこれらの要素研究は3年すると終わってしまう研究ですけれどもこのコア研究というのがこれその後も続けてこの社会の実現、まあ、気象操作する技術を実現するという ところに向かっていくわけですですこのように縦の方向にはあの減少ですね台風線状降水帯あるいは局地豪雨で横向きには気象学的アプローチ工学的アプローチというふうにこう各プロジェクトを配置してみますと、えー、まだ、えー、十分でない場所が、えー、あるということに気づきます。でですので、えー まあ、そこの十分でないところを、えー、今後強化していくということを考えております。特に今日、えー、議論したいのがこのここに書いてあ,るあの赤い点線で囲んでいる操作手法の候補ですね。で現在コア研究で取り組まれているのは洋上、えー、カーテンであったり風車物質散布あるいは抵抗体船舶、まあ、これ風を、えー、表面で吸い取るというような イメージです,、ね、ですので海上に船舶を浮かぶてそこに抵抗体を船舶にくっつけると海上での風を弱めることができるのでそれによって台風の発達を例えば弱められないかと、まあ、そういったことが考えられる、まあ、この他にもさまざまな方法があるに違いないということで本日はそのような議論をしたいと。まあ、実際この先ほど言いましたこの これから強化していきたいというところについてコア研究の PM 公募を予定しているであったりあるいはこの赤いさっき今言いましたところについてはこのコア研究の中で取り組む課題推進者 PI を公募する予定で検討を進めているところでありますでその予告その公募する予定であるということはすでに公表していることであります で実際、どのようなことを、えー、考えたいかといいますと、えーまあ、私,たち私やその、えー、コア研究の PI は気象に詳しいあ PM は気象に詳しい方々ですけれども、まあ、気象学者の視点だけでは、えー、十分ではないというふうに思っておりまして、ただ気象を変化させるためには、えー、このような変数、風であったり気温、温度、水蒸気。 まあこういうような量を大気の中で,です、ね、ある一定規模で変化させる必要がある。またあのバタフライ効果といいますけれども腸、まあの羽ばたき一つでそのバタフライ効果で言われていたのはブラジルで腸が羽ばたくと何日かあと3日後と言ってましたかねテキサスでトル,トルネード竜巻が起こると。あの要するに ちょっとの上乱が大きく成長して全然違う未来に行くということを、えー、象徴的に表現している非科学的だと私は思いますがあの文学的な表現だと思いますけれども、まあ、そういったことですがあの実際じゃあ蝶をどこかで幅か高かたらそれであの日本に来る台風弱められるかというとそれは現実的な気があまりしないわけですね。それはは制御ではなくて えー、なんかく乱してるだけなような気がして逆に強めてしまうかもしれないし悪いシナリオにいくかもしれないし予測ができませんと言っているだけですが、えー、と私たちは制御する技術を作りたいので、えー、ある程度あの規模でですねあのこのような気象の状態を変化させたいとでそれを変化させることができる実際の技術というのは先ほど掲げたような あの養生カーテンや物質散布などには限られないであろうとさまざまな手段を持っている方があのそれらを組み合わせて、えー、自分たちが目指す方向に制御するというのにいができるだろうというふうに思っているわけです。科学技術の発展により実現可能性が見えてきたわけですけれどもただ実際に実現するためには、えー、この小さな力 で大きな効果をもたらそうとするわけですけれどもこの小さな力をですねどのような小さな力が実際じゃあ作れるのか人の手で作れるのかさまざまな操作手法を獲得する必要がありますそのために今日の、えー、パネルディスカッションを、えー、開催しておりますで、えー、ご参加いただいている皆様方からは、えー、ぜひですねあの 自由な発想なインプット、ご意見、コメントなどいただけましたらと、えー、幸いでございます。